カムカムエブリバディのキヌちゃん役で、絶妙な洞察力を発揮してネットをざわつかせた。女優の小野花鈴さん、一体どんな方なのでしょうか。気になったので調べてみることに。1998年7月6日生まれの現在23歳。安子役の上白石萌音さんとリアルに同い年で、東京の出身だそうです。それにしても個人情報が極端に少ないのは驚きました。知りませんでしたが、小野さんは2006年、8歳の時に子役デビューしていて、すでに芸歴15年というではありませんか。しかも、天才子役として、業界では知る人ぞ知る存在でした。子役出身の俳優は、脱子役という、避けて通れない壁がありますが、そんなことからも無縁と思わせるような活躍で、現在も注目を集めています。なぜ、小野さんは俳優を目指したのでしょうか。小野さんが5歳の時に、NHK お母さんと一緒に出てくる風船が欲しい、そんな何気ない一言がきっかけで、母親に劇団に入れられることになったそうです。劇団ひまわりで子役活動をスタートさせて、8歳で2006年ドラマ「嫌われマツコの一生」に出演。以降も主要キャストの幼少期を演じることが多く、小野さんの演技力はすでに子役の域を超えていると評判に。ちなみに2009年映画「南極料理人」の時、まだ10歳でしたが、主演の堺雅人さんから思いもよらない評価を受けていたのです。子役の小野花鈴ちゃんは天才子役でしたね。テストごとにいろんな演技を試して、大人の反応を見る女優さんなんですよ。手の内でコロコロ転がされているようで、末恐ろしいですね。と、あの半沢直樹にそこまで言わせたのですから、ただの子役ではないようです。意外に思うかもしれませんが、子役時代から現在までというもの、自身の演技に一度も納得したことがなく、後悔することばかりなんだそうです。それは、小学生の時にはすでに、果てしなく続く演技の難しさに気づき、自分の演技に納得しないスタンスが大切だ。そう思うようになっていたのだとか。まさに天才にしかわからない。何かをすでに感じ取っていたのでしょうか。だから、天才と言われても、なお、成長し続けているのかもしれませんね。小野さんといえば、これまでも、テレビ、映画、ネットドラマと、いろんな分野で、どんな役もこなされてきましたが、普通じゃない感じの役が多かったことも確かで、それでも、彼女の演技力の高さで、見る者に、強烈なイメージを与えていたのだと思います。そんな小野さんにも、出てみたいと思わせる、特別な監督さんがいるようです。その人とは、ドラマ、今日から俺は、勇者、吉彦シリーズ、映画、銀魂シリーズなどの監督、脚本をされ、コメディの奇才とも称される福田雄一さん。その福田ワールドに憧れ続けてやっと、2020年連続ドラマ「親バカ青春白書」でその念願が叶うことになったのですが、福田雄一監督からは演技について細かい指示が全くなくて、不安だらけの末のクランクアップで、ありがとうございました。誰もが憧れる念願の福田組です。やってやるぞという意気込みで来たはいいものの、いざやってみてと言われたら、どうしたらいいかわからず、いろいろなことを考えました。本当に人生の中で宝物のような時間を過ごさせてもらいました。というように、天才がさらに演技に磨きをかけるきっかけとなったようです。ちょっと変わった役が多かっただけでなく、なぜかキスシーンも多かったそうです。ひょっとすると、そうすることで子役から大人の役への脱皮が図られたのでしょうか。2014年ドラマ「いたずらなキス2」、2015年映画「エイプリルフールズ」でキスシーンを演じていて、さらには2015年ネットドラマ「藤子」では体当たりでベッドシーンまで演じてみせました。とんでもない女優魂を感じずにいられません。そこまで仕事でストイックにやってると、
どこかにしわ寄せが来ても不思議ではなく、小野さんも例外ではなかったのです。以前の自分のことを振り返って、みんなが当たり前にできるようなこと、前に習いができない人間で、その拘束に何の意味があるの？と疑問をいつもぶつけていました。だから、学校に行くことが辛かったです。言うことを聞く子が好きな大人たちと、うまくいかず、悔しい思いもしてきました。そうとしか思えなかった小野さん。周りのみんなが敵に思えて、誰も信じられなかった時があったのだとか。親のことも産んでくれて、ありがとうとは、微塵も思いなかったんだとか。今は、そういう感情もなくなったそうですが、成長期に、競争の激しい芸能界でいたことで、私生活と仕事のバランスを取ることが、とても難しかったのかもしれません。今ではドラマや映画にと、引っ張りだこの小野さんですが、なんとカムカムエブリバディのオーディションでは、完全にやらかしてしまったと思ったんだとか。どういうことかというと、実は小野さんは、心底、英語が苦手なんだとか。マルチリンガルの上白石萌音さんとは真逆で、ハロー、グッドモーニングが精一杯。ところが、オーディションで、英語のセリフがあって、完璧なカタカナ読みで読んでしまって、こりゃ、落ちたなと思ったそうです。何度も、朝ドラのオーディションを受けてきた小野さんですが、無事、今回、朝ドラ初出演にこぎつけたそうです。その絹ちゃんのキャラについて、小野さんらしい分析をしています。おませで、大人びた女性としつつも、14歳の子が読むからこその、面白さがあるセリフの表現で、まだ幼いのにおませなことを言う。ちぐはぐさが面白いのですが、小野さん自身は22歳なので、年齢感だけはちゃんと、14歳だぞ、と自分に言い聞かせて、毎シーンやるようにしていたそうです。また、主演の上白石萌音さんについては、萌音ちゃんの印象は安子ちゃんそのもの。本当に愛らしくて、素直で、優しくて、まったりしていて、もう昔から、安子と一緒に生きてきた子みたいな。もちろん、いろいろな出演作を拝見させていただいて、同年代の女優さんとしても大尊敬していますし、人柄もすごく素敵で、大好きな女優さんです。今回こうしてご一緒できて、嬉しいです。と言っていたのを聞いて、共演者の作品まで見ているなんて、さすがだなと思いました。そしてドラマ自体に関しても、この作品は、ほっこりするところも当然あるのですが、何度台本を読んでも、本当に涙が止まりません。なんで、こんなにすっと、登場人物みんなに共感できて、みんなを愛せるんだろうと考えてみたら、一人一人が、嫌味のない素直さがあるというか、みんな、まっすぐに人を思っていて、当たり前に優しく生きているからかな？と思いました。相当、深いコメントしてませんか？ドラマの魅力を的確に捉えていて、視聴者とのズレがないのも、彼女の感受性が鋭いからではないでしょうか。カムカムエブリバディの絹ちゃん役で、訪ねてきたロバートを見て、なるほどとつぶやき、安子に、ぽつりと、今日は、店に戻らんでええで。おはぎが売れ残っていると気にする安子に、私が売っといてあげるから、と胸を叩き、自分がどねえしてえんか。はっきりさせんといけんよ。と、小さな声で忠告し、その場を立ち去る絹。親友の安子とロバートの仲を思いやる。男前な絹のその言動に、ネットは即座に反応。把握が早い絹ちゃん鋭い。勘のいい絹ちゃん健在。察しと気遣いの神だ。この子が親友でいてくれるのは心強い。といった称賛の声が止まなかったそうです。ほんと頼りがいがある存在ですね。さて、現在の小野さんといえば、2022年5月公開の映画、ハケンアニメで、アニメ業界で奮闘する天才アニメーターの役を演じることが決まったそうです。小野さんは、鉛筆の動かし方まで、プロを意識して頑張ったのだそうです。ある時は、キュートな JK、ある時は豆腐屋の看板娘と、どんな役でも、お任せの小野かりんさん。
共演の上白石さんとは公私ともに親しいんだとか。同い年だからというだけでなく、実際の小野さんは人としても地に足がついた人で、芸能界という特殊な世界にいてもちゃんと普通の人の感覚を失わず、誰にでも接しているその人柄に上白石さんは感動して、この人を逃してはいけない、こう思ったそうです。ですから自分から連絡先を交換しに行くくらい上白石さんにとって大事な存在なんだとか。これからも2人の活躍が楽しみでなりません。心から応援しています。メリークリスマス、キヌ・エンヤスコ。